メイド FM 761。さあ、今年からタイトルが変わりました。佐藤健のダモンデということで、はいはい、何年やったっけ小田川秀康、2年半じゃないですか。2年半やって、ちょっと評判悪かったんですよ。そんなことはないですよ。まだないと思いますよ、佐藤さん。そんなことはないですよ。あ、そう、はい、2年半やってリスナーのファンが一人も参加ってもね、はい、これは多分ね番組名に問題があるかなと思いましてね、はい、変えられる、もう俺の名前でいくぞと、はい、というわけでいいかもしれないですね。というわけで、なんてお呼びすればよろしいですか。はい、まあ、なんか今までは殿と呼んでたじゃないですか、まあ、佐藤さんとか、まあ、あと先生とかいろいろあると思いますけれども、これからどうしましょう、ね、呼びやすいのがいい、呼びやすいのがいい。私日頃は佐藤先生と呼ばせて、先生じゃあもう先生で、先生、はい、よろしくお願いします。佐藤先生よろしくお願いいたします。はい、そして進行堀口秀でございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけでなんとですね、今日はもう最初からゲストがいらっしゃいまして、もうお声は聞こえてるんですけれども、はい、紹介は CM の後に、はい、それがいいと思います、はいはいはい、ご紹介させていただきますので、はい、まずは CM 聞いていただく前に、この番組ではリアルタイムでメッセージお待ちいたしております。 X はハッシュタグダモンデ761、ひらがなダモンデ数字761、あとですね YouTube 生配信行っております。そちらの方でコメントも拾っていきますので、どうぞ皆さんね、たくさんメッセージお寄せください。それではこの後夜8時30分までお送りしていきます、佐藤健のダモンデ、今月もよろしくお願いいたします。わかりませんは大歓迎、メガ期間。わかりませんは大歓迎、メガ期間。塾なのに家庭教師、メガ期間。塾なのに家庭教師、メガ期間。個別指導、少人数指導の学習塾、メガ期間。時刻は夜7時32分になったところ、佐藤健のダモンデお送りしております、はい、では番組リニューアルして最初のゲストの方を、はい、ご紹介していくんですけれども、ビッグゲストめちゃくちゃ緊張してます、ね、はい、まずはですね、株式会社ミッド FM 代表取締役社長小堀誠さんでございます。はい、どうもよろしくお願いします。そして本年もお世話になります TK… あ、ごめんなさい、 TMK ジム金平圭一郎会長でございます。よろしくお願いします。準レギュラーとなっておりますよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、というわけで新年、はい、あの大砲弾ということで今日はいろいろ、はい、お送りしていこうかなと思うんですけど、まずは番組初登場の、はいはい、小堀社長にねちょっといろいろお話を、はい、いやいや喋ることはないんですけども、はい、さっきあの打ち合わせの時で、はい、すっかり楽しい時間が過ぎてしまいまして、そうなんですよ、あの、はい、金平さんって、はい、すごい、でも昔から名前は知ってたんですよ、はい、で、その話をずっと辿ったらですね、はい、昔の世界チャンピオンの話になってですね、ずっと聞き入ってました、はいはいはい、まあ、その話もちょっと後で、はい、ぜひね、はい、あのリスナーの皆さんにも聞いていただきたいなと思うんですけれども、はい、実は昨年の、はい、ミッド FM 開局15周年の、はいはい、パーティーがありました。あのパーティーの時に、はい、12月に、はい、あの佐藤先生とあの小堀社長が、はい、あのちょっとご一緒でいろいろお話ししてたらえらく盛り上がったということで、いやいやいや、ぜひあの佐藤先生の方から番組にもというリクエストをいただきまして、ありがとうございます、はい、先生にもお招きいただいてですね、はい、はい、あの、まあ、名刺いただいてから、はい、どうやって、はい、つながりを作ろうかなと思って悩んでですね、はいはい、電話もするのも失礼だしと思って、はい、はがきを書きました。あ、そうだったんですね。ありがとうございます、はい、本当に届いて、はい、先生はどうでした、はいはい、届く前、こういうことをする人なんだっていうね、届く前にオファー出しましたから、はい、 はい、ありがとうございます。もう書いてる最中にもう感じましたからありがとうございました。ありがとうございます。すごい なぜかスピリチュアルな、感じになっておりますけど、まあ、今日お越しいただいたのは、はい、やっぱりこう僕自身も創業者ゼロからやってるもんですから、はいはいはい、ではもうチークって言ったらこの地方ではね、はい、あ、本当にこう有名ですから、はい、有名だったです。いやいや、もうチークのおかげで当時月刊チークって言われてた時に、はいはい、もう当時付き合っとったね彼女が、はいはい、
毎回チーク持ってきて、はい、ここ連れてけ、あそこ連れてけと、そういう時代だったんですね。連れてけと、しまいにはあのクリスマスにカルチェの三連リングを買えと、チークに乗ってたからっていうから、あのもういい加減しろと、まだ二十歳ぐらいでしたからね。なるほど、すいませんね。なるほど、なるほど、分かるような気がします。はい、そのぐらい思い出深いというか、はい、そこまで話を遡るとですね、はいはい、私はあの三重県の伊勢志摩で、はい、生まれてですね、はい、で、天下の、天下の名門名城大学へ、はい、はるばるやってまいりましてですね、はいはい、お金がなかったもんですからアルバイトしながら4年間、もうだから4年で終わるしかなくて、はい、4年で卒業してですね、はい、その後はあのいろんな人にお世話になりながら10年間、はい、この広告の仕事をやって、はい、31歳で、はい、独立してですね、はい、だから前職はあの広告代理店の平社員やってて、はいはい、31歳で社長になったもんですから、はい、人生で平社員と社長しかやったことないっていう、はい、珍しいパターンでですね、はい、経営も何も分か、はい、わけわからないまま、やってきて、はい、結局何かって言ったら人生は仕事もそうですけど、はい、運です。それと周りに、はい、助けてくれる人が現れるんですよね、うん、現れるんです。これは、経営が知らなくてもこうやった方がいいよっていう、うん、税理士の先生がですね、小森さん、はいはい、お金があればね潰れないんだよって、あ、はいはい、で銀行員も、はい、小森さんお金があれば潰れないよって、はい、金貸し上げるから借りときなさいって言って、はい、とりあえず借りてたんですよ。それでも会社がこう右肩上がりにこう伸びるときっていうのは絶対資金がショートする、はいはい、1000万の会社が5000万になると足りなくなるじゃないですか、はいはい、あの支払いが、はいはい、その時はですね、あの、その当時、伊勢志摩の田舎にですね、はい、その当時は今はもう広域漁協っていうのがあるんですけど、はいはい、その当時はあの入江入江に村があって、そこ、はい、その入江入江の漁協があったんですよ。漁業協同組合、なんとか漁業協同組合っていうのが、あの集落50軒や60軒のところに必ず一つずつあってですね、はい、その漁業協同組合は、はい、その上部団体に全漁連っていう、はいはいはい、あの全新連のような、はいはい、要はあの金融機関が兼ねてたんですよ。でそこへ、まあ今だから喋りますけど、はい、手形をですね、自己振りの手形をですね、ゆず手形ですよ、自己振りの手形を150万ぐらい持っていくとですね、140万現金くれるわけですよ。そうやって生き延び回して生き延びたっていう。なるほど。これを、語ると、泣けてくるんで、語らないようにずっとしてます。お坊ちゃまで生まれてればそんな苦労はないんですけど、片田舎の漁師のせがれで生まれたもんですから、はい、何かって言ったら親父が所属してる漁協で金を借りるしかないっていう、うん、あ、なるほど。それだけのことでですね、あのずっとやって、で、右肩上がりで行くっていうことは何かっていうとですね、その当時のチークっていう雑誌にはですね、うん、広告がですね溢れるほど入ってきたんですよ。ありましたね。溢れるほど入ってきたんです。タウンページかいぐらい。そうなんです。いやいやいや、もうあの一番分厚い時800ページありましたからね。もうジャンプより厚いから、すごいですね。800ページあったんですよ。で800ページのうちの8割が広告ページですよ。600ページぐらいが広告なんで、1ページ10万円としてもね、すごい、すごい、6000万あるからね、うん、だからそういう仕事をしてきて、で人生っていうのは分からないもので、こうこういうことをやりたい、こういうことをやりたいって思ってもやれない。ただその広告を扱う商売、要は雑誌に広告を載せる仕事だと、うん、あのラジオ局を募集するよっていう話になったのが、うん、阪神大震災って今は、まあ、はいはい、あの北陸の方で震災ありますけど、あれの10倍あのマグネチュードは同じぐらいですけど、その神戸のど真ん中で起こったから大震災だったんですよ。はいはい、
でその時に活躍したのがですね、実はコミュニティラジオ放送だったんです。どこどこで水がありますよ、どこどこで炊き出ししてますよっていうのをあの時にやったんですよ、地元のちっちゃい放送局が、はいはい、であの電気通信管理局が日本全国にコミュニティを作ろうっていうことで作った中の一件が、名古屋の場合は、はい、区に一つできる、はい、で政令指定都市は区に一つ、はい、普通の市は市に一つ、はい、これはねものすごいあのハンディキャップが違うんですよ。例えば この今ミッド FM っていうのは、はい、名古屋市東区の免許なんですよ。あ、そうそう、東区なんてちっちゃいエリアじゃないですか。6万人しか住んでませんよ、はいはい、トヨタ、はい、大トヨタは稲部の奥までトヨタですよ、はいはいはい、だから全部聞こえるようにできるわけです。ああ、そういうことですか。そうなの。ただ人口は別にしてですね、だからそういう意味で、はいはい、その本来は、この区域ラジオなんですよ、はい、ただ名古屋には最終的に中区と東区ができたんですけど、はい、中区が、まあ閉めるっていうことになって、うん、コミュニティラジオはですね、名古屋は実はミッドFMしかないんです。そうなんですか。ないんですよ。なのに東区の免許でも日清でも聞こえますよ。聞こえるんですよ、これは。あの何か、何でかっていうと、はい、アンテナがですね、はい、ドコモタワーに立ってるんですよ。あ、そういうことね。そういうことなんですよ。聞こえますね、はい、FM 電波っていうのは高さの事情に反比例って言ってですね、高さが倍になると4倍伸びるんですよ。そうなんですよ。でたまたまドコモさんがご厚意で、はい、上から2段目のスペースを貸してあげるよっていうことになってですね、ものすごく届くようになったんです。持ってますね、やっぱり持ってんですよ。持ってますね、持ってんですよ、で、今は、電波だとそうやって届くのと、はい、今の時代はですね、はい、スマホで聞こえるもんですから、はい、Wi-Fi があればですね、はい、それこそハワイでも、はい、世界中という、はい、聞こえるんで、あの土曜日の番組なんていうのは、はい、ハワイで聞いてる人の方が多いっていう。ちょうど今スタジオにあるハワイアン8カフェという番組が、あの番組はですね、ハワイで聞いてる人の方が多いんで、名古屋より。うちも土曜日に買います、ね、いやいや告知するだけなんですよ。あ、そうですか。そうなんです、はい、そうなんです、はいはい、だからあの、はい、今は、はい、ミッド FM っていうのは M なんですけど、はい、名古屋には、はい、FM愛知っていう、はい、A っていうのがあるんですよ、はいはいはい、で ZIPFM っていう Z ってあるんですよ、はいはい、A と Z なんですよ、はい、13番目は M なんですよ。あ、なるほど。でミッドなんですよ。 A と Z の真ん中、我々はセンターだという。あ、そういうことなんですか。そうなんです。あ、で向こうはそれこそ県域局でですね、うん、はい、あの20キロワットでバンド出してる、はいはい、ここはあの 20ワットのですね、はい、便所の電気って言われてるんですけど20ワットの電波なんですけど、はい、これはそのうち、はい、あの電気通信管理局も、はい、このままでは聞こえさせたいところに聞こえないっていうのが、うん、本当にこの地方で盗難会とかが起こったら分かりますよ、はいはい、何が大事かって。はい、はいはいはい、そうなんです。今でもだってあの北陸でちゃんとやってるの NHK だけでしょ。他の民放は普通の通常放送に戻りましたね、はい、今こそ能登半島はここで炊き出ししてます、ここで水が出てますっていうの今こそやらないかんっていう。おっしゃる通りですね。そうです。ずっとその東南海の話はずっとあるので、ありますね、いつかはいつかはって言って、だからここはですね、東南海が起こってもしものことがあるとですね、この堀口君と米野君がですねここへ出てきてですね、放送を続ける。なるほど。自分で喋ります。はい、どこどこで水を支給してますとかね、はい、やるんだよね。そうですね、はいはい、なるほど。私はあの多分1階でですね、カレーの炊き出しをすると思います。ああ、なるほど、はい、そんな放送局を作りました。はい、そんなのがやっぱりその思いがあってやってる、ね、そうですね。そうなんですよ。きっかけというか、きっかけというか、あの、はいはね、伊勢志摩の出身なんで、はいはい、海沿いなんですよ、はいはい、もういきなり津波来ると思うんですよ、はいはい、だからそういう人たちも含めて防災って実はものすごい大事なことなので、はい、このラジオはなおかつ今現在もね、はい、名古屋市消防局さんとは
防災協定を結んでおりまして、うん、あ、はい、あのもし名古屋で何かあった時には、はいはい、あの向こうから放送を中止してでも入れるように、そうですね、市役所から放送がもう入るようにう、ね、契約してあってですね、あのそういう協定を結んでるもんですから、はい、役に立つ、はい、生活に役に立つラジオをね、はい、普段はこうやって楽しいラジオをしてますけど、はいはい、いざという時にはそういうラジオに、ね、今だからこその話ですね、はい、これもね、そうなんですよ、はい、そういうことでですね、うん、社長と平社員しかやったことない、小堀でございます。素晴らしいですね。いやそうですね、でも僕もサラリーマン8ヶ月しかやったことないですから、いや大体そういうもんじゃないですか、バイトとサラリーマン8ヶ月しかないから、ね、バイトの方が俺の方が上だった正社員やから。まあでもね、でも一回ちゃんとねサラリーマンやりたかった。ああ、そうなんですか。あの名刺の渡し方とか所作とか知らないですから。これはですね、所作をちゃんと、ね、いきなり半年間で全部叩き込まれます。まあ、そうですね、頭叩かれましたもん、後ろから、ああ渡し方が悪いとか、ね、あ、そうですね、言われましたね。なんかでも上座とか下座とか分かんないですから、あ、もう若かったもんですから、もうでも、うん、ここまで来る、もう年齢ここまで来ると何してもいいっていう、そうですね、はい、ああ、ねえ、もうそれはもう、はい、本当に、はい、でも今こうやってあのミッド FM の、 あのできるまでをいろいろ話聞いていった中で、なんかそう佐藤先生にもなんかこういうふうにミッドでこういうことしていきたいとかっていうのが何かあれば。いきなり振るんですか。いきなり振りますよ。どういうことですか。いや、それこそ今あの、まあ、僕のポジションで言うと、はい、その今あの納屋橋にサテライトのスタジオができたので、はい、そこで公開であの番組収録できたりですとか、うん、あとはあの今後のことを考えると AI アナウンサーとかそういったあの新しい、あ、そうですね、もう文章を打つと自動でもう声をちゃんと GPT、 まあそんな感じですね。あの NHK のニュースは1本だけあの AI で喋らせてますよね。もう今自動音声で、自動音声が1回だ、1本だけ。その時の声は僕のでいいですよ。いいね。ぜひじゃあサンプルだけ撮らせていただいて。はい、でもこの AI アナウンサーにすることによって、はい、この今までだったらこういろんな人がこう人を使ってなんか情報を集めたり喋ったりっていうのを風になってたと思うんですけど、情報を集めるだけになって喋るのを全てコンピューターでっていう風になってくるので、あのいざという時になった時にやっぱりこうね、その出てくる人たちが楽になるんじゃないかっていう、負担も少なくなってくるんじゃないかっていうので、まあ、そう、研究はされてますね。やっぱりこの放送だとか、うん、広告だとか、うん、このメディアとかっていうのは、うん、その時代に合わせたものっていうのが一番大事なことなので、うん、あの人の声ももちろん大事ですけど、そういう AI に語ってもらう1時間があっても全然いいと思いますよ、うん、だからそれがあのそうですね、そうですね、それ面白いですよね、うん、これもう売ってるだけで勝手に喋るっていう、うん、YouTube なんか結構ねそれがもう普通にですよね、やってますね。あ、なんかアナウンスがみんな自動音声ですよ ね、 そうですね、なんで今こういう風にあの動画も配信とかしてますけれども、はいはい、よりなんかこう身近になってくるんじゃないかなとは思いますけれどもね、ミッド FM があのね、はい、ミッド FM をあの YouTube で一回こうクリックして見てみると、はいはい、次からミッド FM が出てくるんですよ、うん、強制的に。あ、そうですか。結構 ね、 ね出てくるんですよ、ま、私の YouTube には。はい、だからいろんな人のやつ見てますよ。そうですね、いろんな人の番組と今サブチャンネルもできたので。あ、そうなんだ、はい、本当にもう何十番組ぐらいかがもうミッド FM で、まあはい、いやだからね、もう本当にあの愛知だからジップだからミッドだからって関係なく、はいはい、なね、CBC だから東海ラジオだから関係なく、はいはい、もう一つ同じ土俵でですね、うん、あのおですね、やれるっていう、うん、たださっきね、ついさっきあの、はい、個人的にね中京テレビさんの社屋へ行ってきたんだけど、はい、もうね、金の買いかけ方が違うなっていうスタジオにですね、もうピッカピカでした。あ、はい、はい、一応月末にあのミキサーが変わります、はいはい、あとあの今この機材今これね、ミキシングのミキサーが壊れて、はいはいはい、実はもうほぼ1年ぐらい前に決済で買っていいっていうのを出してたんですけど、やっときます、やっと、あの
ホーリーが、はい、あのもうこだわる男なんで、なんかやっといいのかな。デジタルなんだよね、今デジタルタクです。デジタルタクになるんで、はい、コメノ君がついていけれるかどうか心配です。あの皆さんが使えるように設定をどんどんしますので、はい、まあまあでもハードも大事だけど、はい、さっきの中京運転っていうね、はい、俺たちがコンテンツですから。あ、そうなんですよ、ソフトが大事ですよ ね、 ね、はい、だ どれだけの人たちが関わり合いになってくれるかなんですよ。本当に、はい、ね、なんであのこの1月からも新番組が結構増えましたし、はい、よかったよかった、はい、新しい仲間の方が増えてくださってるので、はい、非常にありがたいです。はい、先ほどですね、金平さんと名刺交換をさせていただいた、はいはい、私の今隣にいらっしゃるので、はいはい、金平さんの名刺の裏にですね、はい、亀田智樹くんが、ね、出てるんですよ、はい、ね、そうなんですよ、三男坊、はい、ね、この間12月に長男次男と記念写真撮ったんですけど、はい、不思議な縁です ね、 うん、ね、偶然ですもんね、偶然偶然ですね、はい、で俺さーってあの年齢的にお父さんのファンなんだって言ったら、親父に言っときますって僕からも言っときますんで、ご縁、ご縁ですので、はい、ちょうど昨年もね試合の話とかもさせていただいて、昔から言われてるのもあんまり知らないんですけど、うん、はい、この亀田智樹君っていうのは実は3兄弟で一番強いらしいよ、うん、その辺はどうなんですか、センスある金平会長。じゃあここから私がちょっとお話をさせていただきましょうか。トモキがですね、まあとにかく一番このあの今社長、小堀社長おっしゃったように一番センスがあると言われてますね。でやっぱりねそれはね、あの一番アットっていうか、その兄貴の背中を追っかけて、そのあのボクシングをやってるじゃないですか、だからね割のその環境的にもね、早くいろんなボクシングの、知識というかそういうものに触れることができたっていうのもあり、あとまあ本人のもともと持って生まれた素質もあるんですけど、あの大きかったのは、中学卒業してすぐにですねメキシコに行ってるんですよ単身で。メキシコのいろんなその、まあ、メキシコってボクシング強豪国ですから、そのメキシコの中でも子供のっていうか若い頃からこう揉まれて、うん、そしてやってきましたんでね、うん、まあいわゆる自分自身のそういうのにやっぱりキャリアにですねプライドも持ってますし、うん、あとはやっぱり自分が一人で、これ一人でですよ、もう例えばスパーリングパートナー頼むのも一人の力で、16からね、16から大したもんだよね、で言葉もまあ当然わからないじゃないですか、うん、だから辞職引き引きね、じゃあスパーリング明日頼む、でじゃあ試合って言っても最初はプロじゃないですから、じゃあこの大会腕試し出させてほしい、これも交渉していくわけですよね、うんうんうん、でそういうところで揉まれてきたっていうそういうね部分もあっての、まあいわゆるその前評判っていうか、それが高かったっていうのもあるんですよね。ほら一時日本のメディアっていうのの、はい、その初期の頃、はい、その亀田っていうものを、はい、そのヒール扱いにしてたじゃないですか、はい、でも実際この間そのマイケルもあんまり私知らなかったんですよ、その、はい、兄ちゃんと弟と、はい、だけど会ったらすごい好青年なんだね。そうですね、写真撮っていいですかと、いいっすよという感じで、そこもね、引退しても随分経つんですけどね、うん、長男二人、長男次男はね、うん、結局まああれも非常にうまいその戦略というか、まあ戦略ですね、今ね、今お父さんね、志郎さん YouTuber やってますけど、はい、見てます、本当にねうまいんですよ、あそこらのプロデュース能力が、うん、頭がいいの、お父ちゃん、そう、どうやったらね、我々みたいな、その、はい、まあ、その特にそのお父さん自身がボクシングのキャリアがあったわけじゃないから、はいはいはい、どうやったらやっぱり世間的に目立てるだろうと、はい、そういうことをねやっぱり敏感に考えてやってって、うん、その1回目のその帰結というんですかね、そのあれが2006年の亀田光輝君の、
世界戦、はいはい、まあ、その当時競泳ジムで私が会長やってましたけど、はいはい、あの時のね視聴率がね2時間半だったんですよ、はい、が2時間半でね、はい、平均視聴率が 42.6 だったんです。すげえじゃん、うん、ね、2時間半の平均ですから、うんうん、それは例えば言うと、去年であれば WBC のね、はい、あったじゃないですか、はい、一連の高視聴率の、はい、あれなんかでも全然負けてないぐらいの、はい、それを2時間半枠で、要は30分とか1時間だったらこれ瞬間風速なんですよね、うんうん、ところがあの時の、平均視聴ですから、始まってから試合が終わるまでので平均瞬間風速が確かね、50いくつだったんですよ。すごい、ね、紅白歌合戦みたいな話になってたんですよ。おしんもびっくり、おしんもびっくり で、その前のね、 もっとっていうか、その前にも TBS のプロデューサーの方なんかも腰を抜かしていたのが、その前のね、前哨戦、はい、これもねノンタイトルにもかかわらずゴールデンタイムでやってたんですけど、はい、33% が直前の試合、ね、その前が 24%、 ここら全部1時間半枠でやってたんですけどね、1時間半、うん、でここまで行ってのまあ42、ただまあ試合内容的にはやっぱり物議を醸したので、まあすごかったですね、その後のね、これどう捉えればいいですね、あのスポーツとして捉え、うん、スポーツなんですけど、プロ、うん、ね、うん、ボクシングはスポーツですよ。そうです、うん、本気で殴るもん、うんうん、だからボクシングという、うん、そのスポーツという意味ではあれで、じゃあどこまでエンタメだったかっていうと、そうそう、あのまあおそらくなんですけど、志郎さんも、まあ、あの家族もとにかく自分たちがね、どうやったら世間に目立てるようになるかっていうことを必死になってやってた結果じゃないですか。だから当然ボクシングなんか誰よりも必死になってやってたし、僕はそれをずっと見てたんですよ、そばで。で何をやってもね、どうやってもそんなあの怒られたら行儀が悪いじゃねえかとかね、品がないとか、そういうような怒られ方をしましたから、いやそういうことをあの言われてなかったんですよ。でまあこういう言い方したらあれですけど、まあ、あんまりお金も、ね、経済的にも恵まれてない親子がね、うんうん、一生懸命頑張って、はい、その大阪の西成でね、うん、頑張ってって這い上がっていく、はい、この姿はみんな好ましく思ってたわけですよね、うん、ところが、まあ、視聴率がバンと出ました、はい、スターになってきました、はい、って時に、ある時からね目線がね、こう一般の方から見てね、はいはい、おそらく高くなっちゃったんですよ。要はこう見上げるようになって、その時に初めて、あ、鬱陶しいってなったんだ。なるほどね、なるほどね。それまではね、あ、まあ、まあ多少下品でもね、まあ頑張っていってるその親子の姿を見てね、ああ頑張ってるな、ああじゃあまあいいだろう、多少のことはまあしょうがないだろう、こんな感じだったと思うんですよ。ところがね、それがね、僕はあの辺りを境にして、おちょっと違うぞ、なるほど、こんな風になってんだ、そういう風に思いますね。今度この友樹くんの試合が、うん、そう、あ、これはね、うん、実はね、キンキンあるんだ、公式に発表になりますので、また言えないよね、あともう少しだけお待ちいただき、お待ちください。僕は知ってるけどね、もちろん待った方がいいですね。もちろん先生にやったらもう、はい、あのこれはもうあれなんですけど、日本でやる試合ですよね。そうです、そうです。言えないですね。で、ちょっとね、本当にね、本当に近々、はい、発表会が、記者会見がありますので、まあ、はい、あの僕の家から車で38分ぐらい、あー、スーパーバンタム級、そうですね、すかね。さあちょっとポロッと出る前に1曲いきましょうか。はい、はい、ゴッドファーザー愛のテーマをお聞きください、はいはい、あ、言えない。
わかりませんは大歓迎。メガ館。わかりませんは大歓迎。メガ館。塾なのに家庭教師。メガ館。塾なのに家庭教師。メガ館。個別指導、少人数指導の学習塾。メガ館。はいはい。さあ時刻は夜8時1分回ったところです。佐藤たけしのダモンでお送りしております、はい、さあ本日のゲスト株式会社ミッド FM 代表取締役社長小堀誠さん、はい、そして TMK ジム金平圭一郎会長にお越しいただいております、はいはい、遠いところをお越しいただきました。ありがとうございます。はい、さあ後半戦でございますけれども、はい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 、一応我々で言うと1月15日って結構成人の日っていうイメージの方が実はかつてですね、まあ、そうだったね。そうですよ、うん、はい、ね、今年はもう固定でしたよね、はい、ね、皆さんのそれこそ20歳の頃なんかもちょっとお聞かせいただければなって思うんですけれど、はい、はがき来なかった成人式の成人の来てるだろうとお風呂にて、はい、ないはずねえだろうって、はい、みんな来てるぞって、ほら入ってこなかったんですよ。よっぽど何か渡せれない諸事情があったんじゃないですか。なんかあったんですかね。除外されたかもしれないから。深く追わないことがあってもいいかなとは思いますけれども。はいはい、昔の1月15日はですね、はい、ラグビーの世界では、はい、大学の日本一と社会人の日本一が戦う日だったんですよ。ラグビーやってみたんですよ。そうですよね、はい、ラグビーやってみたんですよ。ラグビー好きなんですよ。好き、あ、ラグビー部ではないんです。高校生の時。そうです、はい、だからもっと痩せてましたけどね。それこそ、はい、僕も中学校の時やってました。あ、そうですか。フランカー7番でした。僕ウイングですけど。あ、早いんです、はい、足が、はい、そんなつながりもあるんですね。いやいや、僕は中学校ですから。いや、ほんでね、1月15日だったんですけど、はい、もう、はい、それがなくなって、はい、だからもう、はい、大学の日本一は、はい、先週の土曜日に、はい、明治対帝京がやりました。帝京、はい、さんが勝ちましたけどね。はい、帝京やっぱ強いですね。双方が、うん、高校時代の、はい、有名選手というか集めてやってるんですけど、やっぱりね、学力的には、うん、明治さんの方が上なんですけど、帝京さんのラグビー部の素敵なのは、うん、はい、トイレ掃除を4年生がやるそうです。素晴らしい。そうなんですね。そうで、1年生は田舎から出てきて寂しいだろうから練習をさせて教えろと。で、辛い仕事は4年生がやれっていうのを前の監督が決めてですね、それを守ってる。そうなんですね。なんかファンになりません？すごい。帝京大学のね、ラグビー部かっこいいですよ。あ、はい、ねえ、聞かない話だね今。そうですね、初めて聞いて。で、ちゃんとゴム手袋はめますけど、うん、手で洗うんです。あ、まるでうちの会社みたいね。あまりも汚いもん、俺掃除してるから。お、ちゃんとしようよってしましたよって。あ、やめようかまあでも佐藤先生自らおし、ね、トイレ掃除されてるっていうのはすごい好感が持てますからね。お前ってちょっと見習わない。トイレって綺麗にしてると、はいはい、そこの会社が綺麗に見えるんですよ。そうですね。そうだそう。で、帝京大学はそうやって強くなっていったっていうので、マイクルは陰ながら応援してるのと、はい、ジャパンへ行く選手も帝京大学出身が多いんです、はい、今、はい、昔は早稲田明治からだったんですけど、帝京が多いんで、なんとなく嬉しくないですか。そうですね。いや、すごい、ちょっといいお話を聞けましたね。と、いうことでですね、1月15日ネタは、はいはい、そこで終わるかな、はい、まだ金平会長聞いてないですけど、大丈夫ですか。金平会長は、はい、マイケルもまだ私もまだ成人式のネタやってないんですけど、はい、成人式私も出てません。どうも行ってませんね。あ、そうですか。そうなんですね。やっぱあれですか、大物は行かないんですかね。違いますその頃は、はい、来ない人いたんですよね、案内が。やっぱり、いやでも僕は60歳だから僕だけでしょ。僕のところには、僕も来ましたよ。あ、来たけど、来たけどなんとなく行かなかったですね。っていうのはその時って僕は渋谷区の、うん、まあジムがあったんですね、当時千駄ヶ谷に。
でそこにいたのが、まあ、友達もいないし別にそこが地元ってわけでもないから、はい、行ってもしょうがないかと思ってね、なんとなく行かなくて、そうまだ綺麗です。で、であの当時ね、僕よく覚えてたのね、あの成人の日って青年の主張ってやったじゃないですか、あ、はいはい、NHK で、あれを見てねずっと突っ込んでましたね、同じ成人にいやそれは違うだろうとかね、まあ、そういう性格だったんですね、昔から時代背景だと思いますよね。マイケルはね本音を言います。あ、着てく服がなかったです。ああ、そうですか。大学の1年生がそこらじゃないですか、20歳になる時って着てく服がなくて、みんなスーツ買うじゃないですか、はい、スーツ買えなかったです。ああ、そういうことですね。そういう例で言えばうちもそうですよ。別にお前成人式だからスーツ買おうかとかどうしようかっていうのもなかったです。ないですよね。なかったです。そうするとやっぱりかったです、ね、やっぱ自分的には着てくもんがないのに、そう靴もありましたね。靴もないのに行けるか、はい、そうですね。だからスーツだったりそのちゃんとそれっぽいその格好ですか、今なんか結構ありますよね、はいはい、一切そういうのがもうなかったし、欲しいとも僕も言わなかったから、そのままスルーされて、うちの父親も忘れてたかなんだか分かんないですけど、あの全然そういうのなかったですね。お前成人式だからよかったなとか、ジムディに当時ね、あの一人で僕住んでたもんですから、はいはい、あの代々木のジムにですね。うん、だみんなね人それぞれの時代背景と、うん、その家庭背景があって、あ、そうですね、行けない人はなんで行かなかったかっていう理由があるんで、はいはいはい、このネタはねあんまり質問しない方がいいと思います。あ、はい、メモさせていただきますだって俺なんかね中学校の同窓会あるじゃん、はい、ね、呼ばれたの50の時だから。あ、そうなんですね。やってるの知ってるよ、うん、なんで呼ばないの、うん、先生が嫌がってる。ほう、先生があの子来るならあの子呼ばなくていいって。へえ、まあ私が悪いってことですかね。そういうことでしょうね。悪くないですよ。いや、そんなにね、あの、いや、もともともう反りが合わなかったんですよ、あ、人間として。いや、その当時ってそういうのって大きいですよ。 あ、ね、あとね、うちもちょっといろいろあったんですよ、家が。でちょっとこう差別用語あったもんで、ババーって言ったんですよ。あの、あの、ババアやろって昔ね、うん、ババアって言ったら、話変えましょうか。はい、変えましょう。はい、はい、まあ2024年、はい、まあ、どんな年にしたいかっていうのを佐藤先生の方から。私ですか。はい、まずは私もダモンデだから、はい、飛躍の年ですよ。飛躍の年、お、還暦でしたから。でも61ですから、はい、はい、飛躍1歳ですね。でもそれこそ新しくナーシングホームも始まりますし、はいはいはい、ね、東京ではあの海苔弁のお店を今やってらっしゃったりだとか。素敵、はい、はい、もちろんね、あの名学館で、ね、もやってるし、あといろいろやってますけど、はい、そうですね、はい、はい、さらに新たな野望があれば。いや、あのナーシングホームの方の野望はどんどん出していきますけど、はい、ただまあなんかね、社長に伺ったら、はい、先行して社会福祉法人でやられとったりとか。そうですね、ホールディングスのやられてますよね、はい、あんまり儲からんよっていう風にやったんですけどあの社会貢献ですから。そうですね、はい、でも私もそう、はい、それでいいんです。これいいの、この仕事はね、儲からない時に社会貢献で言いますから。普通のビジネスだと言い訳って言われるんですよじゃないですかね、そう、うん、人が喜びますから。なるほど、はい、なるとコミュニティ FM も社会貢献になる。そうですか。あ、もう近いですね。近い、そうですね。一応な、ね、何かあれ困ったことがあればどんどんいろんな情報は発信できるようにはしていきたいなとは思います。有浦会長は今年の今年はもう非常にシンプルで、私の場合にはとにかく友樹、はい、がね、まあ、前回10月にまさかの敗北を喫して、はい、今回再起戦になるんですね。でこれだけは言っておきますけれども、はい、次の試合、まあ、近々発表になりますけど、はい、負ければ引退です、はい、あ、そうなんだ。引退ですよ。言っていいんですか。いいんですよ。いいんですか。負けたら引退するんだ。引退ですね、はい、まあ、そうせざるを得ないだろうっていう流れですよね。あの、なので、まあ、絶対負けられない。ただ今回また勝てばね、またその、 あの世界を狙える状況で戻るので、もちろん、まあ、とにかく今年はその試合に1回勝って、うん、その後、まあ、年内中に世界タイトル、
あのフェザー級なんですけど、まあ取って3階級制覇、はい、これをまず一旦の目標にしようということで、これはもうずっと話し合ってることですよね、うちの事務のスタッフで、うん、はい、あの世界チャンピオンっていうのの練習っていうのは半端じゃないんだろうね。半端じゃないと思います、ね、そうですね、そうですよね、うん、この話はどうなのかな、どうなのかな、まあ、もちろんその興味のある方に面白いと思うんですけど、はい、今度ね、そのトモキの、うん、まあ、あのトレーナーとして来るのがマニー・パッキャオってアジアのね、あの非常にパッキャオ、うん、パッキャオのねトレーナーが入ってくるんですよ、はいはいはい、これあのアメリカで有名な方いらっしゃるんですけど、はい、あの方は実際はそんなに日頃関わってないですよね、うん、日頃ずっと20年近くねパッキャオのことをねあのサポートしてきたフィリピン人のトレーナーがいてね、この方が入ってくるんです今度、うん、でもパッキャオの練習去年もちょっとやったんですけど、まあすごいですね、うん、やっぱりねとんでもないですね、アジアのやっぱり英雄ですよね。でこれとまずねもうね被験する肩を並べるぐらいの練習をまずやろうじゃないかと。そしてね、うん、今度ね誰にも負けないような練習、まあ今までサボってたわけじゃないんですよ、うん、ただそのねまだまだ上には上があるっていうような、はい、そういう激しいトレーニングをね積んで、一気にフェザー級のタイトル、体ももちろん心ももちろんしてね、はい、で取ったらいよいよ、某井上尚弥戦があるかなと、うん、今の状況だったら誰もそれを信じてないんですけどね、これはもしかしたら2025年以降の話になるかもしれませんけれども、そこをまあ見て、やっていきたいとこのように思ってますね。あ、楽しみですね、はい、うん、一番大きい目標だね。そうですね、世界だもんね、はい、うん、まあ、私もそれにかけて今回はスポンサーでいいですね。そうなんですね、パシーンと、ね、モチベパシーンって言って、ありがとうございます、モチベのモチベーション上がるように。いや、まあちょっとね、はい、その話を、まあ、はい、まあ、ない、まだ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 ないないじゃないですか、はい、ないないでもない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 じゃなくなったけど、要はそういう話をトモキにしましたらね、まあよくトモキ知ってるじゃないですか、佐藤先生のこと、あ、佐藤先生がそこで応援していただけるんですか、それは嬉しいなって言ってますので、あ、まあ、名古屋のね、はい、代表の、はい、はい、ということで、次回話をしていきますので、詳しい発表に、はい、ができる、はいはい、環境になると思います。タイミングはそのタイミングになってると思いますよ、はい、はいはい、いいですね、はい、ちなみに流行発信ホールディングスの2024年はどのような感じでしょうか、流れに任せようじゃあその思っておりますので、とりあえずじゃあミッド FM もその流れに乗っかる形で大丈夫でしょうか。ミッド FM が一番リードしてくれないと、いかんかな、うん、ねこの新栄、はい、1-6-15っていう番地なんですけど、はい、どうやって覚えるかっていうと、一郎は15歳って覚えるんですけど、はい、1-6-15っていうと、はい、ビルがですね、はい、こうやって、人が集まってくれるのは、はい、こんな小さいスタジオとはいえ、はい、ミッド FM がやっぱりこうショールームなんですよ、このなるほど、うん、いろんな方が来てくれる、はい、それは、電波でも聞こえるし、スマホでも聞こえる、はい、電波を出してるところだっていうところだけはですね、はいはい、一番自慢できるところ、うん、それともう一つ、去年の10月頃からですね、はい、このビルの北面にですね、はい、一番上の方に、はい、横10メーター縦3メーターぐらいの、はい、ビジョンがそうです、ね、ついたんで、デジタルサイネージがデジタルサイネージがついたんで、はい、そこが今年は、はい、いろんな、方が利用していただけるのかなというふうに思ってますので、はい、もうますます、新栄の、はい、ランドマークに、はい、新作のランドマークっていうと中部日本放送になると思うんですけども、はい、負けんぞというなるほど、はい、ビルになればいいなと思ってます、はいはい、その気持ちを今伺いましたので、はい、我々もそれをもとに頑張っていこうかなと、はいはい、思っております、はいはい、いや今日は本当に貴重なお話をありがとうございます。いえいえ、はい、もう終わりの時間なんですか。まだもうちょっとあるので、まだ4分ぐらいありますね、はいはいはい、まあ20時15分全然ありますよね。
そう、まだまだまだ、20時15分54秒。あと残り13分ぐらいですよ、放送終了までは。ああ、はい、なんで曲があるので、はい、まああと10分ぐらいですかね、はいはい、まあまああるねなんでもしよろしければ気になるお話とかを伺っていただいても大丈夫ですし、ね、はい、本当に、まあ、あの今年はですね、もう一つ思っているのは、私はもう本格的に、はい、あのこちらの放送局で、はい、あの先生のアシスタントのまたアシスタントぐらいの感じでお邪魔させていただいたらなというふうに、すっかりもうなんか こちらのスタジオも何回目でしょうかね、私5回目5回目ぐらいですね、一番最初もそうですよね、うん、確か、うん、ずっとこっちで角田さんとね、角田さんと一番最初の放送の時こちらでお伺いして、それ以来、はい、でまだこれね、あの新しく模様替えした今回の1回目も私あれしたんで、今年も定期的に、うん、まあ出させていただいて、はい、なんかもうすっかりこう馴染んできましたんで私ありがとうございます、はい、はい、と思って拍手が出たね、はいまあ嫌じゃなければっていうか、なんか評判が悪くて、ね、あいつまた来たのかみたいな、いやいやそんなことないですよはい、あのあれなんですけども、うん、でもこの番組でもいろんな方とまたいろいろお話ししていきたいですよね、先生。そうですね、そうですね、はい、何かリクエストとかもしよろしければ、 A ちゃんとか呼んでほしいです。 A ちゃん、はい、A ちゃん、 A ちゃんね、 A ちゃん来たらもう俺も森さん言っていいならですよ、いろいろ言いますよ大谷翔平とかね言っていいならね、それはそうですよ ね、 そうすね、大谷翔平呼びませんかね、一郎さんとかね、モノマネぐらいの人で精一杯かなと思いますけど、 A ちゃんですね、 A ちゃん、僕大谷選手いいな、あそれいいでしょうねじゃあ、 あのリクエストのとこにちょっと、ぜひそれはすごいわ。でもそれこそ何年前かな、はいはい、5、6年前にあの矢沢永吉さんの曲だけかける特番を、あ言っとったね、はい、8時間、8時間で、その時にコメントはいただきました、矢沢さんの方から。そうなんですね、はい、俺もやっちゃおうかな、俺、おやりますか、24時間 A ちゃん、でもそういえば昔何年前ですか10年ぐらい前ですかね、新宿にジムがあった頃、はい、矢沢さん来ましたよ、ロケにトレーニングを、はい、で僕いなかったんですよ、トレーナーたちが大喜びです、あの写真撮ってサインもらって喜んでました、ね、それは喜ぶでしょう、はい、で僕なんでいなかったんでしょうか、なんかテレビかなんかのねこういうのはロケが、こういうのは西麻布のバーに行ったら、はい、さっきまでここに A ちゃんの娘が座ってたよっていうそうなのそうなのってこれは喋っていいやつですか、いや別にいいと思います、なるんですか、はい、ここに座ってましたよ、で終わりですけど、ね、いやでもやっぱミッド FM としてもね、それこそ生稲晃子さんが番組出ていただいたりですとか、もうな1年ぐらい前のゲストですよね、はい、1年ぐらい前のゲストで、あと去年だとレギュラーで、はい、女優の加藤のり子さんとか、はい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 、喋っていただいたりですとか、加藤のり子って、はい、名古屋出身、名古屋出身ですね、あのあれ、はい、東国原の元奥さん、それは違う、じゃあそれは加藤和子です、はい、世代以外で、あれ加藤のり子って綺麗な子です、ね、はい、綺麗な、ね、綺麗な、ね、はい、そっちでしたね、そうです加藤和子さんも綺麗ですよ、ね、十分綺麗です、十分綺麗です、僕はで、はい、お寿司屋さんの隣になったことあります、すごい綺麗だから、ずっと前ですけどね、はい、それこそミッド FM もいろんな方がいらっしゃるので、またごひいきに聞いていただければなというふうに思います、はいはい、それではその前に CM です、はい、わかりませんは大歓迎、メガカン、わかりませんは大歓迎、メガカン、塾なのに家庭教師、メガカン、塾なのに家庭教師、メガカン、個別指導少人数指導の学習塾明学館。さあ佐藤たけしのダモンでお送りしております、時刻は8時20分でございます、はい、さあ YouTube も、はい、放送配信しておりますし、はいはい、X の方でもねコメントとかいただいておりますけれども、あ来てるんだ、はい、ありがとうございます、ちょっとご紹介だけしていきましょう、あれよってあれジェシカアルバはハリウッド中ゲストにってことですね、いやいやコメントちょっと、はいね、今ね先生ちょっとね、はい、ちょっと、はい、仕切らせていただくと、はい、
はい、菜の葉さんです。ありがとうございます、はい。今年も番組聞かせていただきますが、タイトル変更びっくりしました。はい、ということで、はい、はい、いただいております。ありがとうございます。あと、生ビールのみこさんですね。ありがとうございます。のみこさん、はいはい。好きなんでしょうね。はい、素晴らしいわ、これね。はい。お三方のトーク楽しかったです。ありがとうございます。といただいております。ありがとうございます。はい、というわけで、エンディングですけれども、お知らせとかはありますか、それこそ。来月のお楽しみということだけ、ちょっと。そうですね、はい、はい、TMK ジムの方は来月の記者会見の方を楽しみにいただいて、まあ、私の方は、はい、映画館ホールディングスの公式サイトのファッツニューで見てくださいと、はい、あ、はい、分かりました。たくさんあるもんね。のり弁屋の方も大丈夫ですか、新しいメニューとか。それまだ言えないんだ。あ、そうなんですね。いや、まだ食べてないみたいですよ。はい、なのでまた東京行った時にまたお邪魔させていただきます。よろしくお願いいたします。いや、社長、はい、流行発信ホールディングス的にいや特に ないですが、はい、個人的にはですね、今週の金曜日またあの夜の8時から夜の8時からの番組で、はい、いろんな話をしようと思っているんですけども、はい、先週ですね、はい、NHK のまるっとっていう番組でですね、はい、なんで名古屋人は、はい、コンビニで印鑑証明が取れないかっていうのを NHK さんが追求してましたけど、ね、そうなんですか、取れないんですよ名古屋。あ、名古屋だって住民票も印鑑証明も名古屋以外の大都市は全部取れない。あ、そうなんですか、知らなかった。ですよね、取れないんですよ。なんでダメなの。いや、市長が反対してるんですよ。あれ、あれ、あれ、やめようか。あの方が、あの方が、あの方が反対にしてる理由なんですか。いや、俺の主義主張に合わんっていう。だから主義主張に合わないっていうのは国が個人情報まで掴んでいいのかって言って、お前の主義主張はこっち置いとけって、ね、市民の利便性はどうなるんじゃいっていうのを今週金曜日とことんやります。いえ、お怒りの、はい、あ、実は昔僕、はい、あの方のアポイントブッチしたことあるんですよ、はい、あ、いいと思う。めちゃくちゃ怒ってました。怒らせたらいい。めちゃくちゃ怒ってましたから。はい、はい、今もあれよかった、俺なかなか言えなかったんだけど、なんかね、波長合いますね。ああ、はい、またぜひちょっと、それこそ金曜8時の方ももしよろしければ。名古屋市長はやめとくか。あの、そんな名古屋弁使わないでしょ。使いませんよ。それ言いますよね。それ言いますよね。もう聞いたことあるもん。品が悪いから、俺も生まれも育ちも品悪いけど、そこまでね。あの金曜日の番組は、はい、ダブル K っていう人がですね、宿敵なんですよ。 K っていうのは、市長の K と、隣の県の川勝っていう K、うん、はい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 、あの野郎のおかげで、あの野郎のおかげで40分で品川から来れるのに、リニアがね、あれで泣いてる人いっぱいいますから。いや、そりゃそうですよ。僕も楽しみにしてましたから。あれ40分だよ。あれ本来だったらもうどんどんとこでしたよ、ね、あの人ね、あれダメだと思う。あの続き金曜日で、はい、はい、はい、というわけでこの番組ではリクエストメッセージお待ちいたしております。ミッド FM のホームページにありますリクエストのコーナーから、佐藤健のダモンデ宛てにお便りメッセージ、はい、お寄せください。お待ちしております。次回の放送2月19日月曜日夜7時30分からです。そしてお別れの曲は広瀬香美プロミスでございます。それではまた来月です。さようなら。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。